ぷっぷーぬぬだよ。みなさんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬぬです。今日の動画はこちら。コーチング屋さんがおすすめするお金をかけた方がいい洗車アイテム5選いってみたいと思います。普段洗車とコーティングのお店をやっている私ですが、これまで何十台何百台とお客様のお車をきれいにしてきました。その中で今回は前々から思っていた、車をきれいに維持するならこれだけはお金をかけた方がいいというアイテムを5つ厳選してみました。今回紹介するアイテムは完全に私の独断と偏見が混ざっているということ、そして洗車初心者さん向けというよりかは中級者の方やあくまで本気で車をきれいに維持したい車好きの方向けであること、この2つに絞って紹介していますので、あらかじめご了承ください。洗車初心者さんが持っておいた方がいいアイテムというのは以前こちらの動画で紹介していますので、ぜひこの動画も合わせてご覧ください。またここでお金をかけるというのは、高いものを進んで買いましょうというよりかは、他にお金を使うならここにかけた方がいいよという意味合いでお金をかけると言っています。今回紹介するアイテムの中には値段が高額なものもありますが、安く済ませられるならわざわざ高いものじゃなくてもいいかなと思います。どちらかというと商品のグレードよりも商品そのものに価値があるかなと思いますので、ぜひお買い物の参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。それでは今回の商品はランキング形式で紹介していきます。まずお金をかけた方がいい洗車アイテム第5位は電動ホームガンです。要はまさに電動ホームガン時代。はい、早速来ました、電動ホームガンです。今まで私も電動式、手動式とたくさんのホームガンを紹介してきました。最近ではホームセンターなどでも蓄圧式ホームガンが安くなっているのにもかかわらず、なんで電動なのと思いますよね。確かにコーナンやコメリといったホームセンターでも手動の蓄圧式ホームガンが手に入るようになってきました。でも電動のホームガンを勧める理由がいくつかあります。まず1つ目はここ数年で価格がかなり安くなってきたということ、2つ目は高圧洗浄機のスノーホームの代わりにもなるということ、3つ目は壊れない高性能であることです。まずここ数年で電動ホームガンはかなり安くなってきましたよね。このホームキングも去年までは8万円くらいでしたけど、今は1万円しないくらいの金額で購入することができるようになりました。ここまで大幅に値下がりした理由としては、単純に流通量が増えたからかなと思います。フォームボスやフォームキングを使った OEM 商品が国内外の洗車用品ブランドから出てくるようになりましたよね。特にフォームガンは蓄圧式も含めて流通が多くなってくれば値下がりも顕著になってきますので、もし買うなら今かなと思います。もし今から買うならタイプ C 充電、超軽量なのに容量は最大、安全弁不要のフォームキングがおすすめです。一度これを使ってしまうと通常の蓄圧式には戻れなくなります。2つ目の高圧洗浄機のスノーホームの代わりにもなるっていうところなんですけど、厳密に言うと高圧洗浄機のスノーホームの方がもちろんいいです。泡質もいいですし、1回のシャンプーの量も少なめで済みます。ただ高圧洗浄機は自宅で使えないっていう人もいますよね。また高圧洗浄機の準備やシャンプーをホームガンに入れる準備といったのも意外と面倒くさかったりします。でも電動のホームガンならあらかじめ充電しておいて、シャンプー液を満タンまで入れておけば、洗車の時はホイールの後にすぐボディを洗うことができます。ワンステップで完結できますし、音も比較的小さめなので近所迷惑にもなりにくいですね。また先端のアタッチメントを変えて鉄粉除去剤を入れて巻くこともできますし、撥水シャンプーを入れたりと汎用性が高いというのも特徴的です。この辺は高圧洗浄機より優れている点かなと思います。手動のフォームガンだとボディにかけている最中に空気がなくなってしまって、また手動でシュコシュコしないといけないという手間がありますけど、電動のフォームガンなら連続噴射することもできます。デメリットはシャンプーを一度に使う量は電動フォームガンの方が多いということですが、最近では高濃縮タイプで200倍、500倍、1000倍といったシャンプーも増えてきました。私のおすすめは自分のところのですが、ポムルのカーシャンプーか、ザクラスのバブルマックスカーシャンプー、それかブルーミックスのマイルドカーシャンプーを使ってみてください。どれもシャンプーの減りが遅いですし、ポムルのカーシャンプーは1900円で売っています。3つ目の壊れないというところなんですけど、私も最初買った時はどうせ中国製だし洗車していたら濡れちゃうし、すぐ壊れちゃうんだろうなと思っていました。なんなら壊すつもりで使っていました。
でも毎日お店でたくさんのお客様のお車を洗っていても、フォームキング、フォームボス、どちらも不具合なく使えています。最近の中国製本当にすごいですよね。結構忙しい時なんかはこっちの車に使ったら次はこっちといった感じで、あんまり大事に使えてない時もあるんですけど、今のところ問題ないです。またショップによっては保証もありますので、最低限の安心材料もあるかなと思います。私もこの2つを買う前までは電動コンプレッサーを IK ホームにつけて洗車していたんですけど、音はこれよりもうるさかったですし、コンプレッサーも一度壊れて買い替えています。結構いいコンプレッサーで7000円ぐらいしたんですけど、今だったらフォームキング1個買った方がお得ですよね。というわけで、今から買うっていう方はぜひフォームキングかフォームボスを選んでみてください。それぞれの紹介動画は概要欄のリンクに貼っておきます。また OEM で見た目はフォームボスやフォームキングなのに高値で売っているというブランドもあります。私は普通にアリエクでいいかなと思いますし、アリエクで満足しています。お金をかけた方がいい洗車アイテム第4位は業務用掃除機です。圧倒的な吸引力。車の掃除機なんてダイソンとかオートバックスで売ってるやつでいいじゃんと思いますよね。私もお店をやる前はそう思ってました。でもお店をやるにあたって初めてこちらの業務用掃除機を買って使ってみたら、ものすごいびっくりしたのを覚えています。なんで最初からこれを使わなかったのかってすごく後悔しました。業務用掃除機を買うメリットはいくつもあります。まずは家庭用の掃除機よりもちょっと高いくらいの値段で、家庭用の掃除機よりも圧倒的に吸引力に優れてますので時短にもなります。そして家でも使えてこまめなメンテナンスも不要です。特に一番実感するのは吸引力ですね。カー用品店で売っているやつやガソリンスタンドの掃除機だと吸引力がなさすぎて、何度も何度もマットをゴシゴシしたの経験ありませんか？2シーターならまだしも、3列シート車やミニバンになってくるとそれだと日が暮れますよね。またコードレスで充電式っていうのもいいんですけど、結局稼働時間が長くなってバッテリーが切れてしまって何度も充電するっていうのも手間ですよね。業務用掃除機はコードタイプになっているんですけど、そもそも業務用なのでコードがめちゃくちゃ長いです。延長コードなしで車の両サイドや部屋の隅から隅まで掃除機かけが完了できます。正直音は結構うるさいんですけど、その分吸引力はめちゃくちゃ強いので作業時間は短く済みます。また家庭用と違ってフィルターも大きめになっていますので、フィルター交換やゴミ捨てをこまめにする必要もないです。アタッチメントも住宅用、ブラシ、家具用と全て揃っていますので、車以外のパーツにも使えちゃいます。そして業務用だからといって価格がめちゃくちゃ高いというわけでもありません。私が使っているスタンレーの業務用の掃除機は Amazon で安いものだと6900円から買えちゃいます。もう一つおすすめポイントは干湿両用なので、洗剤や液体なども一緒に吸うことができちゃいます。かなりハードコンディションで使っているうちのお店でも不具合は今のところないです。デメリットとしては家庭用と違ってコードの収納スイッチがないっていうところですね。これは本当に嫌ですね。あとは本体も大きいですし、ホースも長いので取り回しも悪いです。でも吸引力がない掃除機を長時間ゴシゴシやるよりかはいいかなと思っています。大型車に乗っている方や大人数でよくお出かけする方、ガソリンスタンドのワンコイン掃除機掛けが嫌だなっていう方はぜひ使ってみてください。私はスタンレーの掃除機を使っていますが、メーカーは正直何でもいいかなと思います。一応概要欄にリンクは貼っておきます。お金をかけた方がいい洗車アイテム第3位は洗濯機です。いやいや洗車用品じゃないだろうっていうのは多めに見てください。正確に言うと洗車用品専用の洗濯機です。基本的な洗濯機能と脱水機能がついていれば正直何でもいいかなと思っています。洗濯機がなぜおすすめかというと、洗車にハマってきて中級者以上になってくると使うタオルの量が増えますよね。また使い終わった後のミットを脱水したいっていう方もいると思います。そうなってくると家庭用の洗濯機を使って洗濯をしているっていう方もいると思うんですけど、中には奥さんに洗濯機使わないでって言われる方もいますよね。なので中古でもいいので洗車用品専用の洗濯機を持っておくといいと思います。洗車用品専用の洗濯機を持っておくといくつかメリットがあります。まず外にも置けますし時短にもなります。家族とも揉めないですし管理も楽になります。
もともと洗濯機は外に置いても大丈夫なように丈夫に作られていますので、庭先にも置けます。また脱水機能がついていればタオルも早く乾きますので、管理がめちゃくちゃ楽にもなりますね。そして家族の服とも分けて洗えますので、家庭が平和になります。実際に洗車先進国韓国の洗車場でも洗濯機と脱水機はありました。ものによってはフロアマットなんかも洗えそうですよね。中古やリサイクルショップを活用すれば安く手に入ると思いますので、ぜひ活用してみてください。お金をかけた方がいい洗車アイテム第2位はブロワーです。細部洗浄を減らせる神アイテム。洗車好きになってハマってきたらいろいろなケミカルを買いますよね。酸性クリーナーやウォータースポットリムーバーとか、綿棒みたいな小さなブラシを買ってエンブレム周りの黒ずみをちょこちょこ落としたりとか、めちゃくちゃ楽しいですよね。わかります、私もちまちま作業大好きなので。でも一度立ち止まって冷静に考えてみてください。そのエンブレム周りの汚れや隙間の汚れ、そもそもできないように工夫した方が効率良くないですか？というわけで皆さん、ブロワーを買いましょう。ブロワーを一度使ったことある人は大体わかるかなと思うんですけど、タオルでしっかりと水分を拭き取ってもまだまだ水出てきますよね。しかも大体隙間から出てくるんですよね。この隙間の水があの黒ずみ汚れの原因になります。私の車も洗車後はしっかりとブロワーを毎回かけてますので、細部洗浄とかエンブレム周りの黒ずみを取ったことっていうのはほとんどないですね。ホイールの水を飛ばして拭き上げを省略することもできますし、洗車しない日もブロワーだけかけてホコリを飛ばすっていうこともできますので、ブロワーがあるといろいろと便利です。できればパワーがあるコードタイプの方を選ぶのがいいと思うんですけど、音がうるさかったりとか取り回しが悪いっていうのもありますので、コードレスタイプでもいいと思います。私が使っているのは京セラのブロワーを使っています。このゴムの部分が長いっていうのがたまに傷なんですけど、パワーもありますし安くて壊れないので元は全然取れるかなと思います。あとブロワーがあるとお庭のプールを秒で膨らますこともできますし、落ち葉の掃除も楽になります。もしかしたら奥さんの許可を一番取りやすいアイテムかなとも思います。洗車用品っていろいろと買って試すのが面白さっていうのもあるんですけど、酸性ケミカルを使う前に予防できることもたくさんありますので、今回はブロワーを押しています。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。お金をかけた方がいい洗車アイテム第1位はカーポートです。これもまたいやいや洗車アイテムじゃないだろうと思いますよね。でもこれだけは言わせてほしいです。下手にいろいろと洗車用品にお金をかけるなら、まずはカーポートを作りましょう。もしマンションや敷地の面積的に難しい場合は屋根付きの駐車場を契約しましょう。とにかく駐車環境は屋根付きというのがめちゃくちゃ大事です。私もコーティング屋としていろいろなお客様のお車を見てきましたが、屋根がダメージだらけ、サンルーフが鱗だらけ、ゴムが劣化している、塗装が色あせているというお車は大体青空駐車です。逆に年式の割に屋根がものすごく綺麗な車が来たら、あ、この人屋根付きで駐車しているんだなってすぐ分かります。それぐらい5年後10年後の車の状態がはっきりと分かれてきます。洗車好きだったらそもそも洗車頻度が高いのでしっかりと屋根のケアもしてるとは思うんですけど、それでも1日の大半を屋根下で保護できるっていうのはかなりアドバンテージが高いですよね。それと自然災害からも守れる確率も上がります。私は以前愛車のクラウンが障害にあってしまって、長期間修理に出したりいろいろな方のサポートがあって修理することができました。カーポートの屋根もそんなに硬いわけではないので完全に守りきれないかもしれないんですけど、それでも紫外線や鳥糞などの飛散物からは守れますよね。カーポートはかなり高額ですが、それでもガレージを建てるよりかは安く済みますし、数年後には費用対効果は回収できます。最近では横につける幕板という仕様があったり、電気やコンセントがあったりとガレージと大差がないくらい装備感が上がっています。もしそれでもなかなか高額で手が出ないという方は、知り合いに足場屋さんがいたら単管パイプとトタンの DIY カーポートも検討してみてください。私のお店も最初はそんな感じでしたけど、機能的には全然問題なかったです。あと案外直射日光も当たらないので、気温が高い日でもコーティング剤を塗布したりもできます。ケアもしやすくなるかなと思いますので、可能な方はカーポートも検討してみてください。
はい、というわけで今回はお金をかけた方がいい洗車アイテム5選を紹介してみました。アイテムはそれぞれありましたけど、共通しているのは洗車環境が楽になるということだと思います。洗車環境が良くなれば洗車用品を無駄に買いすぎるっていうのも防げますし、余計なダメージも予防することができますので、とってもおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。それでは今日はこの辺で、ヌヌでした。バイバーイ。